それでは前半戦を振り返ってみましょう。今回のレディースバトル、ゲストはテレビ東京今夜もドル箱 S で活躍中のコンビ、及川奈緒さんとパチンコ必勝ガイドのカオリッキーさんをお招きしてのバトルです。入場抽選で3番を引き当てたルミちゃんがトップバッターで入場。初打ちの正宗で実戦開始。投資1万円でビッグボーナスをゲットするもコインが飲まれ、追加投資2000円で再びビッグ。これが再び飲まれてしまいますが、最後の追加投資3000円でビッグボーナス。期待の ART を消化するのですが、思うように出玉が伸びてくれず、後半は持ちコインで挽回を狙います。続きましてラッキーセブンで入場したアキちゃんは、自身最近ハマっているというモンキーターンに着席。投資は13,000円、336ゲームで初 ART をゲット。2セット分のコインは飲まれてしまいましたが、追加投資すること2000円で1セットの ART を消化。これまたコインが飲まれてしまい、2度目の追加投資3000円で突入した ART でプラス200ゲームの上乗せとダブル V 揃いが炸裂。その後比較的早い初当たりの ART に恵まれ、持ちコインは約1000枚ほどに成長。後半は ART 中からのスタートとなります。ゲストチームはレディースバトル公認アミバキャラに指定されてしまったカオリッキーから入場。まずはアラジンネオを1000円触るも手応えがなく、やめて次の台を探します。朝から気になっていた銀河鉄道39に着席し、投資すること2万円、407回転で待ち望んでいた確変大当たりをゲット。これが4連チャンしてくれて、ひとまずまとまった持ち玉を得ることができました。汚名を返上するべく、後半もこの銀河で実践していきます。最後に入場したなおちゃんは、自分が主役のパチンコフルーツスキャンダルを無事確保。投資1000円でバカンスモードからいきなりの玉あり大当たりをゲット。ここから都合5連チャンした後も勢いは衰えず、時短中に最強の大当たり図柄である7図柄をゲット。これが見事に玉あり7連チャンしちゃいます。そして261回転のバカンスモードから4図柄で大当たり。これを消化しきって現在ドル箱は13箱。持ってるなおちゃん、後半にも期待しつつこの台を続けていきます。たくさん出します。ということで前半戦の結果はこちら。さすがのドル箱コンビ、なおちゃんのお手柄でかなり大きなリードをしているゲストチーム。対してチーム二階堂は後半戦でどこまで追い上げるのか。そしてカオリッキーはやはりアミバキャラになってしまうのか。それでは後半戦いってみましょう。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実戦時間は前半4時間、後半4時間の計8時間。完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計収支で勝敗を決定します。実戦終了時に発言中、時短中、ART 中だった場合、1時間まで延長猶予が可能です。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実践はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち。それでは皆さん頑張ってくださいね。レディースバトル、それでは後半戦の方スタートしたいと思います。とりあえず残り3箱ですね。なので、とりあえず持ち玉どんどん使っていって、あまりに動きがないようだったら移動も視野に入れます。とりあえずなおちゃんが本当にいっぱい出してくれてるんで、かなり気楽に打てます。パチンコ楽しみます。さてさて、というわけでカオリッキーは前半に引き続き銀河鉄道39を続行します。
さてこちらはなおちゃん、天国モード中にバナナが光りましたよ。あ、触った。後半戦もまずは玉ありの大当たりをゲット。吹き飛ばせ。ついに出玉を飲まれてしまったルミちゃん、三度の追加投資です。なくなったなくなった、もう無理だ。をあっ、現在 ART2 連目のアキちゃん、果たして継続するのか。超ダメ子。ここは終了してしまいます。3コイさん、3、あ、揃った、やったー。7コイ、77お願い、77、あ、でも4増えた、4、昇格してゴズガラ停止 ってことで、この後のゴレンちゃんが確定してくれました。絶好調。やっぱり自分に負けないっていう気合ですね。よかった、この台があってよかった。一人突っ走るなおちゃん、これはもう誰にも止められないモードに突入っぽいですよ。ね、追加投資してね、今ぴったり2万円なんだけどさ、設定は分かんないです。パチンコした方がいいかな。まあパチンコの方が早いかもしんないけどね。まあまさみに私全然分かんないからね、やっぱ自分でなさそうだと思ったらパチンコ行った方がいいんじゃないの。私もそう思う。マックス、マックスじゃない、マックス。ちょっと見てみるね。イノキ、ボンバイエ、イノキ、ボンバイエ、イノキにします。なぜならイノキの方が知らないから。なんか知らない台の方が当たりそうじゃない。ビギナーズラックってやつですね。ちょっとこんな厳しい台じゃ打てませんよ先生。先生すいません、ちょっと退散します。で、座ったイノキは1000円でやめ、ガロに移動です。マジ久しぶりすぎて。まあ、ご飯をいただいたっていうのと、今日ちょっと5時半起きだったんで、睡魔さんが強敵になってきているわけでございまして、この台本当なんも起きないんで、ちょっと気分転換にいろいろ回ってみて、もしいい台あったら移動しよっかなって。すごいね。はい、余裕で一人ハワイだよ。そうだね。せっかくだからちょっとだけなおちゃんの横でケージ行こうか。銀河鉄道はお腹いっぱいです。おいかな
変な感じ。それじゃあお注射しますね。よし、じゃあ並んで打ってみましょう。打ってみましょうってなんだろう、先生みたいな。ケージ、愛ですね。なおちゃんが大当たりをゲットしたお隣で実践することに決めたカオリッキー。まあ、ケージ好きなんで。で、へそも別に空いてないってことでもないので、ちょっと打ってみようかなっていう感じで選びました。打ちます。なんだこれなんか変な感じ。なんとも余裕な表情のドル箱チームでございます。一緒に打つことがないです。すごい不思議な感じ。何気に知ってる方もいると思うんですけど、私となおちゃんとあきちゃんが同い年なんですよ。どうしよう、ちょっと困る。こういうのの1、2パーでやめるが正解だったな。状況がね、もうちょっとこう及川さんがあそこまでバッと出てなければね、この台打ち続けたいんですけど、これはパッティングを打って及川さんを追いかけなきゃいけないところだね、多分ね。よし、やめようと、モンキーターンをやめてルミちゃんを探すアキちゃん。ガロン行ってる。まあガロン甘いからね。でもね、やばい、まだ当たり続けてる。すごいな。8、9、10。私も隣でガロかな。私ガロン手になったらそっちのガロがいいな。こっちがいい。いいよ、交代する。本当？いいよ。すごい、心優しいお姉様が譲ってくれました。サービス、サービス。はい、それではもうパチンコじゃないと多分追いつけないんで、しかもマックス、まあ、頑張って打ちたいと思います。アキちゃんと隣同士でガロン。さて、またまた玉あり大当たりをゲットしたなおちゃんですが、オッケー。こっからですよ。12、13、14、15、16、17、18、18。現在のドル箱の数はなんと18箱。止まらないなおちゃんはさらに連チャンを積み重ねて4連チャン。さて、ルミちゃんに譲ってもらったガロを打ち込むアキちゃん。タイトル予告から疑似連が続いていますが、いや、あるよ、当たったことあるけど、こういうので、まあ、なかなかね。あ、待てっす。魔界竜、魔界樹来ました。さてさて、当たったことあるよ、緑でも。当たった。やりました。投資わずか3000円で大当たりゲット。
これでマカちゃんに入れることができれば文句なしですが、ボタンを押せ。はい。あったっけ。当たったよ。乗り越えました。念願の魔界チャンスに突入です。なんかお姉さまのカマホッタみたいな、あと、どうやんだっけな、もう忘れちゃったよ。当たりを重ねます。ガロの出玉スピードはピカイチですからね。これでどこまで追い上げられるかが勝負の分かれ目になりそうですよ。そうも言ってるうちに私は空っぽになったんで、ラスト1箱ですよ。銀河鉄道で増やした出玉が残り1箱になってしまったハマリッキーじゃなくてカオリッキー。なおちゃんと同じチームでよかった。多分ここだった。当たった。やった。イエーイ。あとはこれもう4年前だよ。この頃の方が全然大人っぽいよね。あ、本当。そうか、26大人っぽい。あ、ほんと髪型、髪型かな。26だよ。この角度がさ、何回もやり直したの。OK。 そろそろ大好きなケージで大当たりを引きたいカオリッキーですが、おわたり。火ついたらめっちゃビビるんだけど。私この機種が去年一番面白かったって思う機種なんです。だからやっぱ面白い。多分もう今円導入されてますけど、今愛を打っても楽しめると思いますよ。さんはなかなかあれじゃないですか。これあれ次回予告？これ。天使、天使いません。天使がいません。キリッキリッとしたよ。やっぱメシアだって、メシア様惜しいね。大体あって大体。
ラ様って強いでしょ、これなんかくるくる出たけど、くるくる出たってあれでしょ、顔ができればいいんでしょ。ああ、ミシア様に、ミシア様にやっつけられたよ。渾身のリーチでしたが、残念ながら外れてしまいました。ガロー帰ってきたパチンコ絵心選手権、ね、はい、このコーナーはパチンコパチスロおよび国民的人気キャラクターの絵を自分の記憶力のみの回路として描いてもらいます。はい、今回も始まりました、帰ってきたパチンコ絵心選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに書いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ出来上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。今回のお題はこちら、はい、じゃん。あー、難しいんじゃない。これは無理だよ。しかもそれ、なおちゃん超有利よね。ちょっと見てたよ。ていうかさ、だって我々はなおちゃん見ながら書きゃいいんでしょ。そうです、ね、ちょっと待って、だってさ、これ絵のキスキャンダルの多いかな、ちっちゃいバージョン、アニメの方かな。実写の方か。私、え、実写、なおちゃん見ながら描きゃいいやん。いや、なんか、何でもずっとあなたら自分の顔見てるでしょ。見てるわ。でも私自分の顔描けないよ。難しい。オレンジ感じ超似てる。え、でも、え、フルーツスキャンダルの正解だ。あ、やばい、フルーツスキャンダルの、だからこの前髪なんだよ。そう、前髪やばいですよ。ね、それ知ってる。というわけで、今回のお題はズバリ及川奈緒さんです。絵心選手権始まって以来の答えがそこにあるお題。いつものように記憶力をというよりも皆さんの絶賛能力が試される内容になりますが、果たしてどのような仕上がりになるのでしょうか。本人目の前に失礼のないようお願いしますよ。3、2、1、ゼロ終了。はい、あー、これはね、これは無理だ。本当？うん。答え合わせ。はい、フルーツスキャンダルの及川奈緒ちゃんはこんな感じです。え、これ違うよ。ね、うん、これは違うよ、ね。これは私の写真。これは奈緒。ね、フルーツスキャンダルの時ではないけど。同じぐらいの頃かなとは思います。でも今日ずっと会ってるからね。そうだね、視聴者の方は分かるんですね。はい、そうですね。はい、じゃあ今度はお姉ちゃんが、お姉ちゃんから、はい、お姉ちゃんから言ってください。じゃあお姉ちゃんは、はい、砂浜で戯れるのうちゃんをイメージして、はいはいはい、ピニリーチですね。そうです。うん、おお、はい、ピンク、ピンクでしょ。そうだね、ウエストすっごい細くなったんだけど、ここまで ビキニでスタイル抜群な奈緒ちゃんを描き上げたふみちゃんの作品、ご本人の高評価もいただけたってことで、これはいいんじゃないでしょうか。頑張りました。どうした、ご飯も止まらない。ライバル一人減ったじゃん。だろう、そう、そう、はい、じゃあ、はい、じゃあ奈緒ちゃん、奈緒ちゃん先生お願いします。自分で、はい、部長あやとってくださいっていう気があった気がする。で、鼻のほくろがここにあるんですよ。うん、これ、こういうとこにあるんだよ。ね、鼻にほくろあるんです。これちょっと、あの、実写版じゃない、あの、あれでも、アニメーションでも書いてあったんで、うん、これちょっと、ぜひ、書いてみてください。4
構うまいな、やっぱり。髪の毛の脇目が開きます。というわけで、ご本人の作品がこちら。人一倍及川奈緒を見てきただけあって、なかなかの出来に仕上がっております。鼻のほくろがキーポイントになりそうですね。なんかみんな置きに行き過ぎだと思う。あら、置き？置きに行き過ぎ。なんか遠いってこと？なんか違う、もっと冒険しなくて。いいよいいよいいよ、ミキミキ見せてよ、ミキ見せてよ、見せてよ。じゃあ、あなたと、あなたのお茶見せてよ。キモい、キモい、ないこれ、キモい。ちょっとなんか髪こうやって駆け上げてる感じ。あーね、あーね、そっか、そっか、こういう、こういうことね。何持ってる。かのパブロ・ピカソはこう言いました。私は対象を見えるようにではなく、私が見たままに描くのだ。ってこりゃ失礼だろ、顎ねえし、首長えし。てなわけで、冒険しすぎたカオリッキーでした。もう私もう、これなんて見出すの、もうやだ。なんて、なんて、どういう自信はないって。いや、自信はないんだけど、うん、これよりもしよう。いや、こっちの方がインパクトがあるから。あー、なるほどね。どうすまんないよ、思ってるのは君だけで。ちょっと見せてもらおう。ほら、早く早く見せてもらおう。私もだって全然普通だよ。はい。ああ。家庭教師。ああ、そうだね。あの先生。先生女教師ね。女教師リーチ。そう。でちゃんとはだけたものを。はいはいはい。髪の毛上げてるもんね。そうだね。よく覚えてた。これは。うわ、これすごいね。女教師リーチを想像して描き上げたあきちゃんの作品。はだけたシャツにアップの髪型、ポイントを押さえた内容に仕上がってますが、その前に披露された作品がいろいろと強すぎて、なぜかインパクトが薄く感じられてしまう不幸な状況に。香りが吐く、恐るべし。審査発表。イエーイ。はい、今回も審査をしていただくのはブランドオーナー、より店スタッフ、萩谷さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、萩谷です。というわけで、今回のお題はですね、あれは及川奈緒さんの、はい、その潜在企業の写真なんですけど、はい、はい、一応 CR フルーツスキャンダルの及川奈緒っていうテーマです。はい、はい、はい、なんとなくあんな感じっていう。そうですね。まず1位を選んでください。はい、じゃあ、つまり1位はこれです。ちょっとおかしいな。いや、おかしくないですよ。すごいですよ。待って、じゃあ、色をお願いします。いや、なんか、はい、すごい、黄色が。そうですよね。だって、フルーツスキャンダル、黄色の水着着てないんで。そう、個性がない。なんか、私の好みでいいかな。好み。
このこと普通に一番うまいんで、しかも選ばせていただきました。ありがとうございます。やったー、一番うまいよ。はい、1位だ。あげたのです。それでは、最下位だった2回のアキさんには、エゴボードが上達するセンブルキャンを飲んでいただきたいと思います。私なの知ってるけどさ、何回飲んでるの。センブリ茶で絵心がちょっぴり上達したであろうアキちゃんは、強いガロを従えて順調に当たりを重ねていきます。頑張ってる頑張ってる。カオリッキーのケージは追加投資2500円で、惜しい。おー、切った。でも赤2人。うわー、チャンス目かな。ガラ変わってから。おー、来た。これは熱い。キセルが来ましたよ。ギャグか。当たらない。伊達じゃ当たらない。演出は弱い伊達政宗と言いつつも、弱い。だって着せるしかないもん。お、当たった。おお、来た。当たった。やったー、やったー。カオリキ、イエーイ、イエーイ。やった、当たりました。やった、やったね。やったよ。当たると思ってなかった。伊達で仕留めましたよ。奇跡です。やってくれました。94回転で天下無双ボーナスをゲット。頑張ります。こっから押しかけ助っ人前田球児、遊戯によりただいま参上。こっからだよ。80%、もうセグ忘れたんで準備しとかないと。ここ最近連チャンした記憶がないので、すぐ終わるだろうな的な感覚です。と弱気なカオリッキーですが、魂を奮い立たせ、熱き血潮を燃やせ、君を振り返るけど。よし、打てばいいのか分かんないです。今日底なく町長、大当たり確率数字では表せませんって、どういうこと。実質大当たり確率217分の1。現在総投資は35,000円。常夏町長が気になったルミちゃんです。これでもいいかな。画面上部中央の飛び込み口を狙おう。弾がスタートに入ればドットに7が止まれば、7がすればラッシュボーナス。大当たり中は右打ちで高速プレー。うん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 。じゃあそれ
ブでいきます。蝶々蝶々いっぱいになってください。今度こそビギナーズラックが発動してくれるといいのですが、さてその女の勘は当たるのか。もうやられた。女の勘外れる。弱気がいけなかったのか、ここでしんがりモードに突入です。激アツのビキニリーチでしたが、やだやだちょっと、ゴーだわー、よかった。101回転だよ。あすごいすごいね、やった。なんか絶対さ、これやらせだと思われる。思われるやらせだと思わないでくださいね。本当にちゃんと整理番号を取って、ちゃんとリアルにちゃんと並んでちゃんと打ってますからね。本当だよね。で、昇格してますよ、なおちゃん。あ、なら、なら、なら、わー、すごい。ミリオンビッグゲット。及川なお、強すぎです。嘘。すごいね。なな。やだ。終わんないじゃん。やらせです。やらせ、やらせ。やらせじゃないですよ、本当に。すごいなこれ、やった。そしてこれが全て玉あり大当たりの7連チャン。すごいです、本当。さてさて、なおちゃんの勢いはもはや連チャン中のあきちゃんにしか止められなさそうですが、ここで9連目をゲット。ボタン連打で頑張ります。終わった。終わってしまわれました。残り時間20分のところでひとまず連チャンが終了しました。なおちゃんとも数えると、すげえ、もっと増えてんじゃね。27箱だって。無理無理、私がやっと頑張って10連とかなのに。もう残り時間20分切ったのでやめます。もはやもうギブアップ。じゃあね、それではラスト20分切ったんで、このまま90点でもね
引ける気はしないので銭形に移動しました。銭形だったらもしかしたら初当たりを引いて、さらには連チャンさせられるかもしれないのでちょっと最後にこれにかけてみます。さてあれから投資15,000円、ルミちゃんの蝶々は？ルミ先生、一言お願いします。何もなし、何もないです。後半はパチンコ当たりませんでした。いやー今日ね、今日はね、今日は厳しかったです。今日はね、なおちゃんのオーラが強すぎたなおちゃんのセクシーオーラに完全にやられました。乾杯でお疲れ様です。レイズ愛の打ち納めをしたんですが2連勝、これがね10連、まあ、そこまでいかなくてもこれくらいお風呂入ってくれれば結構満足だったんですけど、まあ、そこだけはちょっと寂しい感じでございましたが、とりあえず楽しく打つことできました。罰ゲーム回避です。お疲れ様でした。3人が実戦終了し、1人延長戦に突入したなおちゃんのフルーツスキャンダルはまだまだ終わる気配がありません。1か、あ、2だ、1、よし、よし。そんなこんなで1時間の延長遊戯が終了。ダイがナオちゃんにやめないでって言ってるみたいにレンちゃんが止まりませんでした。はい、終了しました。まあとりあえずですね、なかなか終わらなくて1時間延長させていただきましたが、もうこれにて時間切れということで終了です。ものすごい量出ました。すごい、もう自己最高記録、新記録です。ちょっと帰り転ばないように気をつけて帰ります怪我しないように。いや本当に今日ありがとうございました。本当に本当に良かった、楽しかった、ありがとうございました。イエーイ、勝った勝った。レディースバトル実戦終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。様でした、初登場及川奈緒様、はい、いかがでしたでしょうか。楽しかった、すいませんお待たせしました。すごかったよね、朝から旦那でずっとだもんね。同じだよね、同じだよ。ちょっとあれ、ね、今日今晩夢に出てきてるね。奈緒ちゃんがこうやってやってんの。もうね、言うことないよ、もう行くの、もうここだけで十分だと思います。はい、じゃあ明日の、はい、明日、はい、土地総投資21,000円で、モンキーターンで流した236枚と、ガロで16,210枚で、プラスが48,000円になりました。おー、ガロが、もうガロのみです。すごい。そしてこのガロもルビチンからほら奪い取ったガロから、あ、そうなんだ、申し訳なくて、ほんとにすいません。いいのいいのいいの、おめでとう、ありがとう、ありがとう。はい、じゃあリッキー、リッキー、カオリッキーお願いします。アミドです。総投資23,200円、出玉1,580円、収支マイナス17,500円でございます。おー、あれ、出玉5000円買った時6000個くらいあったでしょ。あったね。あー、そうね、そうね、そう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 、そ
マイナス。これ私今日からアミバではなく武道に変わりました。その心は。じゃあね、弓矢バリの直様を守るためにこう五射精が生きるじゃん。おっていう五射精の人。武道はずっと姫を守って隣で打ったりして。そうだね、隣であの刑事も打ってたもんね。そう、うん、刑事当たった時に入れて、うん、そう、目玉に入れて終わって、うんうん、切なかった、うん、です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、なおちゃんなおちゃんお願いします。はい、イエーイ。私は、投資はもうその最初の朝の、まあ、1000円なんだけど、1500円に間違えて、はい、ピッとおっしゃった500円があって、1500円、はい、で値段が 47,637 で、プラス 189,048 すごい。祭りだい。やったー。初めて、本当番組史上最高って聞いたんですけど、うんうん、間違いない。おそらくそうだろうと言われたのと、あと私自身も自己最高記録です。これがおめでとう。ありがとうございました。ありがとうございました。もう今日は本当にありがとうございました。ね、うん、ね、よかった。収録でこういうのできるのは持ってる。そうそうそう。だからね、調子乗ってね、プライベート行っちゃいけないのよ、これ。してね、したいね、ダメよね。絶対ダメよ。明日は絶対行っちゃいけない。絶対行かない、もう行かない。絶対行かない、しばらく行かない。はい。そうです。なんかね、ドル箱ではね、こんなね、勝ったことないからね。はいはいはい。こっちでね、出させてもらって、気持ちよく帰れます、今日は。本当ですか。何よりです。何よりです。また来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、最後にの、アニバです。私もアニバです。あのね、後半、うん、もう無理だなと思ったんですよ。あと1時間ぐらい経って、またなおちゃんもずっと当たってたから、うん、あ、もう無理なんだろうなと思ったんだけど、一応、自分もちょっと楽しんだのかなと思って、うん、あのね、初めてね、打った台が結構面白くて、うん、とこの胡蝶々なんですけど、なんかね、面白いです。楽しめたんだ。そう、あの全然当たんないんだけど、あのね、確率ってあるじゃないですか、ね、あれをね見たら数字では表せませんって書いてあったんですよ。そうなのと思って、そうね、ちょっとどんなもんかなって思ったら結構面白かったんですよね。でちょっとね、ちょっと言っちゃいました。はい、じゃあこんな感じでした。はい、というわけで今回の結果はゲストチームの勝利でした。はい、ゲストチームの勝利ということで、罰ゲームは2回でおしまい。というわけで、3色それぞれ封筒があります、はい、中には、辛い、まずい、新感覚というものがあります。新感覚、ね、新感覚、うんうん、はい、聞いてください、あきちゃん。私私今日ダメだって。絶対ダメだよ。絶対ダメです。バナナとビギニだよ。いやビギニ黄色じゃないそうだね。
ゃあ、せーのでいくよ。せーので。はい、乾杯。そうしていいのかな。うん、うん、本気かもしんない。まだそこまで行ってないんじゃない？いや、行ってます。何が入ってるの？新感覚だね、これは。恋しくなったね、急に。あのね、なんて言うんだろう。涼しげ？なんか涼しげ？うん。あ、私は美味しいよ。私も美味しいと思う。あ、どうした？うん、美味しい、美味しい。食べちゃう。うん。ダメだよ、これ。残しちゃダメだよ。こぼれてる。ダメだよ、いい。新感覚でした。はい、震え止まりました。どうかな、ちょっとね、ちょっと止まりたい。本当に初めて、あ、危ねえ。危なかったです。ちょっとね、すごいあのね、なんていうの、胃の中でこう、ダンスしてる。ダンスしてる。ちょっと始めてた。サルサですな。サルサ顔動かなきゃよかった。しかも、だって私、絵の罰ゲームを受けてないんですよ。そうだよ、本当に、そのよ、本当にさ、新感覚だよね。今までのレディースバトルで一番なんか楽しかった。何もなくね、はい、というわけで、今回はこんな感じで楽しかった。すごい楽しかったよ。ありがとう。こちらこそ、また呼んでください。また来て、またね。また次回でもいいよ。ありがとう。というわけで、これからも面白いレディースバトルで、応援よろしくお願いします。それでは、さようなら。バイバイ。